はいどうも皆さんこんにちは、ピョキングです。さて今日も久しぶりに 1% 以下のコースを遊んでいきますが、一応とても難しいで全期間ランキングで探してみたときに、この79番超鬼畜激辛ボムヘイスピンジャンプっていうのがあったんだよね。難しさは激辛マックスエンドです。超鬼畜なのでクリアできたら絶対神ですって書いてるけど 0.87% だもんね。そんなに難しくはないと思うけど、早速遊んでいこう。ミッキーミッキーさん、あのめっちゃ顔やば、あれあんなアバターちょっとやってみたいわ。でこれ激辛スピンジャンプだから、スピンしてこうか、 OK で次こっち、あはちょっと待って、これやり直しだ。そこのオンオフをしなくちゃいけないのね。はいはいはい、オッケー、わかった。じゃあこれ左ぐらいに乗ってオンオフで、これどうするんだ。多分ボブ兵を回転ジャンプでしたらバネでビヨンってくるでしょ。でもう一回オッケーで、こうか、オッケー、いいね。中間ポイントあるからそんなに鬼畜じゃないぞ。あはは、そういうことね、ボム兵引っかかるんだ。一個一個階段を降りるかとのごとく。待って待って、なんで左くん。え、結構ねここが難しいんだけど、なんかね俺右寄りになってしまってるから。でこうか、そしてこれもまたボム兵をバネでジャンプさせて、え、なにこれ、え、なにこれ、わかんないんだけど、え、どうすりゃいいんこれ、ここどうすりゃいいんだ。こうしてこうか、あ、オッケーオッケー、そういうことね。早めにボムをジャンプして、あー待って、危ねえ、ここめっちゃ危ねえ。あ、ちょっと待って、え、え、待って、俺これ積んだ待って、俺積んだんだけど、右に行かないといけんのか。まあ確かに難しいほど難しいっていうわけじゃないけど結構難しいわ。でここもよし、 OK で爆発してこれ右に行く、 OK でこれは回転ジャンプバネバネで、右上にあるオンのところの隙間に入れればいいのか。結構難しそうだぞ。あー、そっちじゃない、そっちじゃない、ダメだー。これ中間ポイントないときついわ。中間ポイントつけてくれてるのがめっちゃ嬉しい。で右に行くでしょ、ここ難しいよね。おいおいおい、よし、オッケー、中間ポイントまだ。待って、そろそろ俺中間ポイント欲しいんだけど、これどうすればいい、全然わかんないんだけど、ちょっと先見ておく。これは待って、全然わかんない。とりあえずこうするか。で、あー待って待って、わかんないんだけど、これどうしたらいいんだろう。こうしてこうか、あー、そういうことね。はい、よし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 、これはいけた。あはははは、何やってんだ俺ブラックパックにやられるとか最悪だ。でも生き方は分かったからもういい。よし、ここの生き方はもう分かった。よし、オッケー、あ、ちょっと待って、よし、でこうして、よし、いけ、あ、違う、この生き方じゃないの。よし、あー、やった、いた、よし、いけた、よかった。これでクリアではないですね、まだありますね。え、おー、ビビったー、めっちゃビビったんだけど。よし、オッケー、そしてファイトって書いてたね今。これはこんな感じか。はいはい、あ、よかった、中間ポイントあって、見て、右がファイトって書いてるもんね。これは多分回転ジャンプでどんどん行けばいいだけだと思うけど、俺このね、ちょっと回転ジャンプね、左寄せで踏むの苦手だな。で、これは何これ、こういう感じで、こうか、あ、そういう、あ、ちょちょ待って、これでいいの。はい、ダメだ、あー、そういうことか。はいはいはい、分かった、もう行き方分かりましたよ。まずボムを踏んでく、でこの子も踏んで踏んで、で上に上がってくるでしょう。そしてここがブロックができるんだ。はいはいはい、でちくわブロックに降りて、どう行くんだろう。これはそのままでいいか。
よし、行け、行ってくれ、頼む。ちょっと待って、よし。で、あ、え、え、待って待って。あ、よし、ここだな。で、ジャンプして、で、こう行って一回もう一回踏んで左にやらないけんのか。で、そしたら変わるから。そしてラスト、マジか、中間ポイントなしか。でも頑張るしかねえんだ。よし、あ、待って、どうだどうだ。もう一回踏まないけんのか、きついな。中間ポイントがね、やっぱさっきのラストの場所で欲しいけど、それがないから結構クリア率が低めになってるんだろうね。とりあえずここまでは結構スムーズに来れるようになったぞ。で、踏む。あはは、ハリー、いつも判定厳しいハリーがね、困らせるんだ。で、ラストここでしょ、いけ。そしてここでもう一回踏む、いいね。で、ここで右、そしてバネ来て、ここでそう、あは、惜しい。くそー。あ、でもどっちにしろあれか、右のあの隙間に入れなのいけんのか。次こそは行きたいね。おい、で、おい、あははは。最後ね、ちょっと左気味になんか踏むっていうのが難しいよね。なんかもう先急いじゃってるから、どうしてもね、右右ってなってしまうんだよね。なんかあるやん、そういうの。なんかバトルとかしよったら扉入って左がゴールのパターンあるやん。もう先急いでるからずっとね、もうみんな右してんだよね。で、ゴールが左にあるもんだから、みんな右に行ってしまってるっていうね、面白いことがたまにあるんだけど。よし、オッケー。なんかマリオって結局なんかこう右にゴールがある風に作られてるっていうイメージがあるから。ゴール、あー難しかったな。はい、じゃあ2つ目はこれ。すっげえ面白そうなステージ見つけたんだけど、スマッシングパンプキンス。これね、すっごい面白そうじゃない？もう名前が面白いんだもん。スマッシングパンプキンスだよ。かぼちゃをスマッシュするみたいな。これ牡蠣だよね、でも。これ牡蠣棒だよね。よし、それじゃあ行こっか。こうして。これね、多分、この子をずっと踏みながら、ゴールするみたいな感じかな。いいね、面白そう。踏みゲーやん、これ、踏みゲー。で、で、ここ2回踏む。OK。で右。で、ここ2回。そして、ジャンプね。あー、あれに乗るのか。あの青いリフトに乗って、なんかひらひら落ちてくる牡蠣を踏めばいいってことでしょ。OK。で、ここでしょ。はい。あ、ブラックパック、ちょっと待って、待ってくれ。あー、ちょっと待って、あはは。わからんよ。絶対わからんよ。いや、このコースね、結構ね、難しそうには見えるかもしれないけど、いや、難しいんだけどね、面白い、めっちゃ。あっ、シュポーとか言って、ちょっとね、遅くなられたら、こっち死んでしまうっつう話だよね。よし。で、ここ、右側にダッシュして、で、シュポーでしょ、オッケー。で、こっちは、あっ、いや、久しぶりに、やっぱ、ステージしたら、面白いよね。で、ジャンプ。で、シュポー。で、ジャンプ。よし、オッケー。よし、でかでかいけど、いけるか。で、右上。で、どうすればいい？右。あー、惜しい。いいね。もう一回。よし。で、ここも踏むのか。で、何回すればいい？こうか。オッケー。いいね。あはは。最後、難しいなー、あそこは。上にリフトがあるから土管に入るっていうことだね、きっと。もう針にビビりまくって俺先に行けんくなってきてる。すぐ針なんかね、マリオ殺してくんだもん。見て、この針よ、この針。で、牡蠣棒踏んで、オン、オフ、いいね。で、で、ここ、よし、左。そしたら中間ポイントでしょ、きっと。で、もうちょっとあると思うんだよね。あ、これは踏んで右に来るのか。あー、待って、またパラシュート。もうパラシュートほんと困る。まあまあまあ、中間ポイントね、取ったばっかりだから別にいいけど。よし、で、次こっちか。で、右、いいね。で、え、
え、なんもなくない？俺今行くとこ間違った？左でしょ？で、オンオフして、で、右。あー、わかった。リフトに一回乗らなくちゃいけないんだ。で、ここを乗って、オッケー、いいね。で、ここでジャンプ。あはは、踏めね。使ったわ。難しいなー。で、難しいけどやっぱ楽しいな。なんかこう、俺別に M っていうわけじゃないんだけど、やっぱゲームで難しいっていうのはね、面白い。で、あ、こうね、はいはいはい、優しい。 OK、 ゴールかな。まだある。しかも中間ポイント、あ、いや、ゴール見える。いけるかなこれ。死にそうだけど。おい、あ、そういうことね。はい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 。で、こうか。 OK。いやー、めっちゃ楽しかったな、このステージ。踏みゲーのステージだったけど、見てるみんなもぜひね、踏みゲーに自信があったらやってみて。それじゃあ今日はね、2ステージだけど、ボブ兵のステージと、カキボのステージをクリアしたところで、今日の動画はこれで終わります。それじゃあまたね。